はい、皆さんこんにちは。1月の27日にアップルが昨年の10月から12月の3ヶ月間の業績の発表を行いましてですね、これがねものすごい業績だったということでね、今日はまあそちらについて、細かいところね、いろいろ見ていきたいと思います。ファンとしてはね、売れるのは本当に嬉しいということでね、しかもね、内容としてびっくりしたので今日はね特集をしたいと思っています。はい、ということで2021年度第一四半期、アップルは9月決算ですから2021年度が10月から始まっておりますね。で、これがね、売上高が1114億ドルってことで、これ前年の 21% 増というね、ものすごい数字を叩いております。これ純利益についてもこれね3兆円ぐらいあるってことで、ちょっとねもうなんか天文学的数字になっていて、私なんかはもうね理解しきれないようなね規模ですよね。 29.3% 増となっております。でやはりね、まずは iPhone ですよね。 iPhone はもう売上増、台数は非公開になって久しいですけども、売上高が 655.97 億ドルということで、前年の同期比 17.2% も増えたそうです。これ7兆円近くね売ってんですよね。で、ちなみにここ4期のね推移を言うと、これ減ったり増えたりを繰り返しながらですが、やはりねこれ7月から9月については買い控えもあったのか 20.7% 減となっていたんですよね。で、ちょっとね心配はしたんですけども、今年は iPhone の発売が9月でなくて10月以降でしたからね、そういう意味では、10月以降に売上がシフトしたという感じで、で、そのシフトがどんな感じなのかと思って気になったので、2020年2019年それぞれ7月から12月の売上を計算してみました。そしたらね、やっぱり2020年の方が920億ドルで、2019年がね893ってことで、結構ね、違いが出てるんで、やっぱり iPhone12 シリーズは売れたっていうねことなんでしょうね。5G 初めての iPhone ということもありまして、非常によく売れたというねことのようですよね。で、それもあってか2020年1月から12月当初のスマートフォン出荷台数では、サムスンに続いてですね2位に返り咲いたというねニュースも伝わってきております。で、お次 iPad についてもすごいことになってますね。こちらね 41% 増ってことでですね、かなりね iPad は勢いを戻してきたなというところで、今年に入ってから一時期減ったりもしたんですけど、これ4月からずっとね増え続けてるんですね。で、やっぱりね巣ごもり需要とかね、あとは iPhone やパソコンだけではできないことが、このね、自宅においてできるってことで、テレビ会議とかね、そのあたりも含めて、非常に需要があったみたいで、今でもなんかね納期は結構数週間待ちなんていうのもねあるみたいなんで、やっぱね世界的に需要があった上にですね、やはりタブレットシェアが一番のね iPad ですから、そのあたり、皆さんがね購入をしたというね、そんな感じなんでしょうかね。新機種もね魅力的なもの多かったですからね。で、そしてね Mac ですね。やはり私は Mac 売れると非常に嬉しいです。やはりねこれもねこの4月以降すごい売れてるみたいで、なんかね特に iMac とかねデスクトップが売れたりしているなんていうね話も入ってきていまして、やはりねこれも自宅での仕事環境を整えるのに買った方がね、結構いらっしゃったのかなというところですよね。加えて11月の M1Mac、これがねやはり新しい世代のこのCPU をね、オリジナルにしたというものがですね、ものすごい性能で、世界をびっくりさせたわけですけど、このあたりについてもやはりね、購入のきっかけになったのではないかと思います。やっぱね Mac 嬉しいですね。もう本当ね Windows 一辺倒の世界の中でね、ここへ来てね Mac 頑張ってるなという感じがします。はい、そしてねウェアラブル、ホーム、そしてアクセサリーというところで、AirPods とか Apple Watch とか、あとはホームポッドミニなんかも出ましたけども、なんかそんなんでねこちらについても 29.6% 増ということで、ものすごいね1兆円を超えてきたというねところですよね。やっぱりね Apple Watch も新機種出たし、あとは AirPods は Max しか出なかったですけどね、それでもやっぱり普通に買う方が増えてるみたいですよね。
そしてホームポットミニなんかも、まあ、ちょっとしたねきっかけになって買った方もね多かったのかなというところで、やはりね増えていますねこのカテゴリー。でお次サービスですね。アップル自身も力を入れたいとしているサービス部門ですけども、まあ、これ前年よりも 24% も増えたというね、躍進をしています。まあ、やはりねこれアップルワンっていうバンドルサービスが、11月でしたっけ、出ましてね、まあ、それも大きかったかなと思いますけど、あとアップルケアなんかについてはハードの売り上げ、まあ、特に iPhone なんかは入る方多いと思うんでね、まあ、ハードの売り上げに伴って加入者が増えるというのはあるでしょうかね。まあ、あとまあ iCloud なんかもね、まあ、利便性考えるとまあ入らざるを得ないというねところで、まあ、このね優勝サービスに移行した人も多かったのかなとはね思いますよね。でこちら2010年以降の Apple の売上高3ヶ月ごとにね作ったグラフですけども、まあ、これがねついに1000億ドルを超えてしまったということで、まあ、結構ねこのグラフ見ても振り切ってる感じなんでね、まあ、ここを、まあ、一番ホリデーシーズン10から12月は売れますけども、まあ、その中でも最高の売上高だったということで、いやーまあやっぱりね怒涛の9、10、11、12月の新製品ラッシュっていうのもまあ非常にね、まあ影響したのかなというところはあります。魅力的な製品も多かったですもんね。でこれね国別なんですけど、もうねどこの国も伸びたってことで、でまあ、日本もね 33% も伸びたということで、まあ、日本のファンとかねユーザーの皆さん本当にいっぱい買ったんだなというのがね分かりますよね。まあ私もたくさん買いましたけどね。で中国はねすごい伸ばしてるじゃないですか。ただね中国は2018年に179億ドルを記録した後、2019年がね130億ドルぐらいに落ち込んでるんですよね。あれ確かアメリカとの、ね、貿易摩擦とか、まあ、そのあたりのもありまして、まあ、ちょっとね不買運動があったりとか、まあ、そういうのもあって落ちていたのに対しての 57% 増ですからね、まあ、ただまあ200億ドルを超えてきたってことで、多分ね今までで一番売れたんじゃないでしょうか。で日本の売上構成比は世界的に見ると 7.4% ですね。まあ、やっぱりね 10% ぐらい超えていくともっとね影響力がある優先順位が上がるのかななんて思いますけど、まあ、ただね重要視してくれてるような感じはしますよね。でこちらね2013年以降のアイテム別の売上高3ヶ月ごとのグラフですけどね、まあ、やっぱりね iPhone がガッとね振り切ったってことなんですけど、ただねここでポイントなのは iPhone の構成比なんですよね。これ売上高でのグラフは振り切っていますけども、構成比が 58.9% ってこと で、まあ、これ高かった時はね 69.7% とか2018年の第一四半期に、ね、ありましたからね、まあ、それと比べると、まあ、他のアイテムの売上が貢献しているので比率自体は、ね、下がってきたということでね、まあ、iPhone 依存がまあちょっと、ね、脱却しかかってる感じはするでしょうかね。でまあ、その iPhone につきましてもね、こちらピンクのところが推定台数ですね。途中から推定になっちゃってるんですね。Apple が公開しなくなったん で緑が売上高ということで、まあ、台数についてはカナリスとかカウンターポイントっていう調査会社のものを見るとですね、まあ、この3ヶ月で8180万台から8190万台ぐらい売れたみたいで、まあ、これも多分史上最高の台数になったみたいですよね。まあ、ここね数年ちょっとね苦しんできましたが、ここへ来てね振り切った感がありまして、2017年を超えてきたというねところですね。で iPad についてもね同じグラフを作ってみました。まあ、前年同期比 41.1% 増ってことでですね、かなり水準を戻してきています。で、まあ、これもね台数については調査会社のもので推定を入れていますけども、この2015年の第一四半期に近づいたぐらいでね、まあ、もちろんこれ2014年の第一四半期2600万台ぐらいね売れていますけど、これにはねちょっと近づけてないんですけども、まあ、かなりね、市場でいうと4番目ぐらいの台数になってきたというねところですね。で最後 iPhone 以外の売上高の推移ですね、3ヶ月ごとのやつですけど、これがね見にくかったんで大きくしましたけど、まあ、やっぱりねサービスは季節関係なく順調に伸びてるなという印象ですよね。まあ、これ iPhone に続く売上高となっています。であとはまあこれウェアラブル、まあ、この Apple Watch とか、まあ、あと AirPods 関係とかね、まあ、そのあたり、まあ、あとはあれか、ホームポッドミニとかあるんでね、まあ、そのあたりもやはりホリデーシーズン非常に貢献しています。Mac はなんかねその前の3ヶ月のがちょっとね売れていたようですけど、で、まあ、あとはね iPad については、まあ、ホリデーシーズンね非常に伸びたなというね印象ですよね。は
はい、ということで、まあ、とにかくねびっくりするような内容だったんですけども、まあ、やっぱりね、まあ、コロナ禍で、まあ、逆にですね、まあ、ステイホームの、まあ、このねそれぞれの、まあ、これ機器の購入であるとか、まあ、あとはまあ企業とか学校の、まあ、現場でのね必要性みたいなところで、まあ、タブレットとかね Mac とか、まあ、伸びたのかなというのもねありますけども、まあ、やはりね iPhone についても、まあ、5G 投入ってことでね、まあ、世界的に需要があったみたいですけど、まあね個人的には Mac がねすごい売れてるっていうのが一番嬉しくて、まあ、やっぱりねオールドファンとしてはねもう Mac から入ってますからね、まあ、これ iPhone 出してからの、まあ、この人気っていうのの前からねもう少数派としてずっと使ってきてるわけで、まあ、やっぱりね Mac が元気だと、まあ、結構ね嬉しいなというね、のがね私の感想ですかね。まあ、今年もいろんな話題性のある製品出そうな感じもしますんで、今年についてもねちょっとね期待したいところでございます。まあ、もちろんねファンが偉いわけじゃなくてね、まあ、Apple の、まあ、中の人たちが偉いという、ね、ことなんですけども、まあね怒涛の9月から12月までの、ね、新製品ラッシュっていうのもね記憶に残る、まあ、2020年の10から12月の3ヶ月間でした。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。